コメンテーター内閣官房参与京都大学教授藤井聡さんです。藤井さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。もう東京はね、はい、ソメイヨシノが昨日開花宣言したんですよ。そうなんですか。全国でトップでしたね。あ、そうですか。こんな季節なんですね。そうなんですよ、ね。ね、暖かくなってきたんですね。はい、藤井先生は京都大学の教授でいらっしゃいますけど、はいはいはい、卒業式があり、はい、入学式があってね。そうですね。そうですね。もう今週、あ、そうですね。今週ですね。あ、今週卒業式ですか。はいはいはい、明後日かったかな。はい、はい、はい。そして、はい、まあ4月に入れば入学式と。うん、そうですね。もう。はい、はい、まあはい、そういう季節になってきたんですよね。はいはいはい、あとは年度末。そうですね。はい、ね、今遠い目されてますけどね。いや、もうそういやそうだなと思ってね。そうなんですよ。おそらく忙しいから、うん、いやね、バタバタしてますけれども。そうですね。まあ、季節感というかね、はい、毎日毎日一日が充実してるから、はい、ふっと気づくと、多分こんな、うん、ね、そうですね。3月も22日になっちゃってるぞと。そうですね。ええー、でも卒業式と桜がこう合うんですね、はい、今年はね、なんかそういう形になりますよね。ね、入学式のもんでしたけど、はい、卒業式とも合うような格好に、ね、なってきてますよね。そうですね。うん、ちなみに藤井さんが例えばその大学卒業したとか大学入学した時のことを覚えてます？うん、桜がどうだったとか。いやー、もうね、大学はね、なんか卒業式とか入学式とかあんま行かないですよね。あ、そうですね。なんかいつの間にかこう卒業証書が机に置いてたみたいなね。なんとなくもう始まったみたいな、はい、昔はそんな感じでしたけど、今はもうなんかこう、みんな来るんですよね、卒業式とか。はい、あの親御さんも行くんですよね。大学生にもだって親が来るなんて、僕らの時代ありえなかったですけど、特に名門校になるとやっぱりおじいちゃんおばあちゃんまで行きたがるっていうね。なんかもう息子さんっていうか卒業する人の席の倍用意しますからね、我々も。もうなんもうね、もう今言うたらダメですよね。いや、もうえらい時代も変わったんやなみたいな。そうですね。だってもう大人だと思ってましたからね、22歳とか、親とは無関係にっていう感覚が僕らの時代はありましたけども、そうじゃないんですよね。そうですね。さて、今朝もいろいろなニュースが入ってきてますが、こちらのニュースです。はい、住宅地の価格の下げ止まり基調が鮮明になってきたと、国土交通省昨日発表した2017年1月1日時点の工事地価、全国の住宅地が前の年と比べて 0.022% プラスと、9年ぶりに上昇に転じたと。全国平均でも2年連続プラスに転じているんですね。まあ、この理由ですけれども、まあ、マイナス金利だとかね、景気の緩やかな回復、低金利を背景に、先に上昇した商業地を追いかけた形で、地方への波及が息長く続くか、まあ、これが焦点となっているということなんですが、まあ、工事地価というのは国土交通省が毎年3月に公表する1月1日時点の全国の土地の価格のことです。これ全国の2500人程度の不動産鑑定士が評価して、学識経験者らで作る国土交通省のですね、土地鑑定委員会が適正な地価を公表してます。一般の土地取引とか公共事業用地の取得の際の価格の指標となります。で、今年の工事地価の特徴を見ると、訪日客の増加、あと再開発ラッシュにつく、湧く大都市と人口減少に歯止めがかからない地方との二極化が一段と進んでいるというふうに出てるんですけどもね。大阪の地価が上がってるようですね。大阪が上位5位占めるなんて、商業地の上昇ですよね。このニュースいかがでしょう。いや、これも基本的にもちろんもういい傾向を示しているわけですね。はい、まあ、地価がね、だからデフレ脱却を今我が国は求めてるわけですから、まあ、その兆候の一つだとも当然言えるんですけれども、ただでも景気の回復っていうのは本当に緩やかなものですし、はい、で低金利を背景にっていうのは、これ低金利っていうのは景気とは必ずしも関係ないですからね。金融緩和で、市場っていうのは金融市場とそれから実体市場の2種類があって、で土地っていうのはまあ金融市場の影響をこう受けるわけですけれども、で低金利でそこに資金がこう流れていくっていうのは、僕らの所得にそのものをこう反映するわけではないところを考えるとですね、まあ、もちろんいいことではあるんですけれども、
景気の動向を必ずしも反映したわけではないというところが、はい、なかなか微妙なところですよね。でかつ地方と中央の差がしっかり分かれてきてしまっているというのは、これもなかなか微妙ですよね。だから本当に、いやこれはもう本当に最近データとか見てるとね、本当消費税増税シーンがあったらどんだけ良かったんやろなと本当に思います。で、今回の 8% 増税もそうですし、で昨日ね改めてデータ見ててもこれもひどい話やなと思ったのが、5% に増税した1997年、はい、この増税もですね、なかったらですね、もう今日本って普通の国みたいに成長してたのなと思いますから、だからその増税を2回やったにもかかわらずちょろちょろマシになってるっていうのはそれはそれでええことなんですけど、はい、これなかったらもっといけてたんやなっていうのはね、これはねいろんなデータを見て想像するとも明白なんですよね。だから 10% 増税なんても当然ありえない、状況であるということも、はい、まあ、当然ではありますけれども、この緩やかな増税で、はい、緩やかなあの景気回復っていうのでようやくここまで来たっていうのをね、なんか増税さえなかったらもっとちゃんと言ってたのになということもこんなデータを見ながらでも感じてしまいますね、はい、でもこれ見方によっては例えばですよ、はい、財務省あたりはですね、ほら時間かかったけどちょっとずつ戻ってきたでしょっていう見方しませんか。いやこれもうね、もうブレーキこんだけ拭いといてちょっと進んだって、そのブレーキ離したらどんだけ引き入れてんの前にっていう話をね、だからデータを見てると明白に感じてくるんですよね。テロ準備罪法案閣議決定。政府は昨日、組織的な重大犯罪の計画段階で処罰する共謀罪の要件を厳格にしたテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案を閣議決定しました。2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えたテロ対策のため、政府は今国会に提出する考えです。改正案は適用対象をテロ組織や暴力団、麻薬密売組織といった重大な犯罪の実行を目的とした組織的犯罪集団と規定しています。具体的限定的なこの計画、まあ、合意ですよね、これが存在して資金の手配、あと犯行現場の下見など重大な犯罪をですね実行するための準備行為をしたという時の要件というのを設けています。まあ、この法案に対して民進党など野党は反発しています。テロ等準備罪という名目は問題がある、政府はテロ対策という名前で国民を騙すのではなく正々堂々と今まで3回廃案になった共謀罪と本質的には変わっていないと正直に国民に説明すべきだとしています。野党側はこの法案の審議を阻止することをで戦うと宣言しているわけなんですが、まあ藤井さん、ただね現実考えてみたときにはあの置いときますけども数の論理というのが働きますから、まあ野党が阻止するというのはこれね、今の数からしてみると不可能に近いわけなんですけども、はい、もちろん国会は議論をして、はい、野党であろうが与党であろうがその議論を来て、はい、なるほどその法案はダメだなと思えば反対すべきですし、はい、野党であったとしてもその法案はやっぱり必要だなと思ったら、はい、まあ、賛成すべき、まあ、いうのがまあ基本でありますけども、はい、まあ、なかなかそういうことが起きにくいというのはまあ当然あるとしても、まあ、国会は議論する場所ですから、はい、まあ、これから決まっていくということだとは思うんですけど、まずこの話はですね、はい、まあ当然いろんな意見があってしかるべきですし、いかなる法律もどういうふうに運用するかで、それは悪法にもなるし、良い法律にもまあなるとも、まあ、言えると思うんですが、まあ、少なくともですね、オリンピックを開催したりする国家としてですね、最低限必要ではないかというような意見が、まあ、存在していることは、これ、はい、日本だけではなくて、国際的に存在していることは明白だということだと、はい、でそれに合わせるような格好で今政府がまあ準備しているという点が一個とですね、はい、でしっかりとまあ国会で議論してもらいたいことですけども、はい、国家が、そういういろんなものを規制するということについてアレルギー反応を持ちすぎるという傾きがですね、はあはあ、我が国には非常に色濃く、まあ、存在していてて、はい、まあ、そのアレルギー反応というのは、まあ、いかがなものかというふうに僕はもう個人的には思うところもあってですね、でやはりその悪いやつを処罰するという時に今までの方で抜け穴があるんだと、それをしっかりと埋め合わせていけばいいだろうという、まあ、意見がですね当然存在してて、でかつそれを規制する時に国家がですね、規制するんだったらそれはいかがなものかと、はい、
言われすぎるのはいかがなものかと。いうふうに僕は感じてしまいますね。まあ、私の感じからするとですね、うん、金田法務大臣の答え方がね、うん、国会答弁を見てると、うん、あれこの方分かってるのかなーって、うん、大臣がああいう答弁の仕方だとなんかものすごく不安を感じてしまうんですがね。そうですね、法務大臣ですから。そうなんですよ、ね、昔は末尾博士が大臣か、はい、僕ね博士になって、いや博士になってもしょうがないなと僕は思いましたけど、まあ、大臣ぐらいはしっかりするやろと、思ってますからね。それがもうなんかあれですか、裏で言ってはる役人の方の言葉と同じこと聞いて、昨日ニュースで見てましたらね、後ろの役人の言った通りに言ってるっていうね、まあまあそういうことなんでしょうけども、はい、いやちゃんとその肝を理解してですね、この法案は何かってその、はい、要点を理解した上で、まああまりに変なこと言うのは別としても、はい、しっかりと趣旨をご説明いただきたいですね。そうですね、はい、続いてはこちら、読売新聞、日本とヨーロッパ自由貿易で結束。ヨーロッパ歴訪中の安倍総理は日本時間昨日夜、訪問先のベルギーでヨーロッパ連合 EU のトゥスク大統領らと会談し、日本と EU が進める経済連携協定 EPA 交渉の早期の大筋合意を目指す方針改めて確認しました。安倍総理会談前の共同記者会見で、世界で保護主義の動きが広がる中、日本とヨーロッパがアメリカと共に協力し自由貿易の旗を高く掲げなければならないと強調しました。EPA 交渉については、世界に対して発する象徴的なメッセージは極めて重要だと述べ、早期妥結に向けた決意を示したと。TPP からの離脱を通知して、事実上の輸入制限も示唆するアメリカを念頭に、自由貿易の意義を強調した形だということなんですね。まあ、そんな中ですね、藤井さん自身の Facebook で、トランプ大統領が通商代表部、USDR って言いますが、この代表に指名したライトハイザー氏が、アメリカの農産物輸出を増やす市場として日本は第一のターゲットになると語ったと、二国間通商交渉を通じて市場開放を促す考えを明確にしたんですね。これは ラジオ機の方もご存知の方いるかと思うんですが、それに関して80年代の日本ならこの報道が出るだけで日本の世論は大騒ぎになっていたでしょうが、21世紀の我が国は今急速に日本は国家の体をなさなくなってきているのかもしれない。あらゆる独立国家がそうであるように日本もまた食の安全保障を守らねばなりません、こういうふうにおっしゃってるんですけどもね、いや本当そうですよ ね。いやまあまあ、フェイスブックで書かせていただいた通りですけど、はい、まず自由貿易をやらねばならないという言説が、まあ、この半世紀、まあ、戦後の間にですね、はい、特にここ数十年の間非常に強く言われてきていると、僕は自由貿易はすべかもうとにかく全部全て悪だというふうにはまあ思わないわけですけど、全部悪だと思わないと同時にですね、全部善だとは思わないわけですよ。それで少なくともね、このライトハイザーさんが言ってはるのはね、だから日本はターゲットだと言ってるわけですよ。だからこれはだからアメリカファーストのご発言、別にこの全然僕ねおっしゃって全然構わないとまあ思うんですけど、その趣旨とですね、例えば自由貿易が善だという趣旨はですね、完全にずれてるんですよね。自由貿易が善だという人はですね、大体、孤立主義だと、発展がしていかないから、協力がしていかないから、だから自由貿易をコーポレーション、協力だと思ってるんですよね。協力っていうのは仲良くしていったらいいことで、和を持ってタッとしをなすと一緒で、自由貿易をやることでお互いがこう、長所と短所を組み合わせて発展していこうねと。で、それを阻害するようなやつって野蛮だから、ちゃんと野蛮じゃなくて文明な我々はちゃんと協力していこうねって意味で、自由貿易をやるってこう言ってるんですけど、自由貿易を結んだ上でですね、その協力するの一切やめて、単にコーポレーションじゃなくてコンペティションをやってですね、あ、自由になったからもう弱肉強食でこいつ全部ぶっ潰こっちからウィナーテイクオールしてやろうぜというふうに使うことも可能なんですよね。で、そういうやつをがおるからあかんから、とりあえず最低限の壁を作りましょうというのが、これが保護主義と自由主義というものとのバランスの問題であってですね、僕はもう自由貿易が善でも保護主義が善でもなくて、同時に自由主義が悪で貿易保護主義が悪だと思わないけど、一番重要なのは自由主義と保護主義の適切なバランスこそが善であって、不適切なバランスがですね、これ悪なんですよ。
だから自由主義が善だって言ってね、言って、保護主義が広がるからこれは悪い流れだなんてね、言うんだったら今の状況が過剰に保護主義的であるということを証明する義務を負うわけですよ、そういうことを言うやつは。だからね、それを言ってるやつはそれ、証明しろこの野郎ってことなんですよ。誰かは知らないですよ。で、誰がどう言ってるのか僕は知らないですけど、論理的に考えて、バランスが善か悪かだけ語らないといけないときに、貿易、その、保護主義が悪だって言うんだったらね、もうその、だから理屈と筋を通してもらいたいと思うんですよ。で、同じように、保護主義が絶対いいんだと言うんだったら、今の状況が過剰に自由主義的だということを言う責務があるんですよ。はい、で、僕は過剰に自由主義だと思います。うん、はい、なぜかというと、自由主義によってデフレが促進されてるからですよ。と僕は思いますね。このね、農産物ってのは特に、もうここにもありますけども、食の安全保障ですからね。完全にそうですよ。食べるものっていうのはね。人間食べなかったら死ぬっていうか、そんなことがあるわけですから。自国である程度は、用意しておかなきゃね、滅びちゃうわけですから。だからそれは僕がこう申し上げてるのは、過剰な自由主義にはそういう悪しき側面があり得る可能性があると言ってるわけですよ。はい。それを踏まえた上でバランスを考えていただきたいと思います。はい。以上、ニュース目玉焼きでした。時刻6時30分になりました。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。この時間藤井さんにお話しいただくのはこちら、モニタリング調査から見る築地市場移転問題の行方。築地市場の豊洲への移転問題が混迷しています。この前の日曜日に公表されましたモニタリング調査、29箇所の調査地点の多くで環境基準を上回る、ベンゼン、シアン、あとヒ素とかね、そういったものが検出されてますね。今年1月に公表された調査でも基準値を最大で79倍上回るベンゼンなどが検出されています。今回もですね、藤井さん、前回のその公表された調査は、暫定というふうに言われてたのが、暫定じゃなくなっちゃったなみたいなね、感じがしてますけれども、いかがでしょうか。まずこれはですね、一番大事なのは、環境基準っていうのは地下水を飲み水に使う場合の目安で何倍とかっていうのが出てて、だから飲まへんいうことですよね。飲まへんし、それでなんか魚だったりとかするわけやないっていう。この基準値っていうのもね、毎日飲んで2リットルぐらい飲むのかな、それで70年飲み続けてのっていう、ね、でちょっと問題が出てくるかぐらいですから、でっていうのがもうこれ第一なんですけど、それをなんかこうどれだけ市民っていうか都民の方が理解されてるのかっていうのがわからないですけど、まあそれをしっかりとご理解いただきたいというのが一個と、それとこれまでの8回の調査と違うのはですね、今回地下水管理システムが駆動している状況での調査になってるんですよね。で、地下水管理システムって何かっていうとですね、まず地下水をこうチェックしてですね、で、汚染物質があったらですね、それをこう浄化して、無害化して、で、下水道に流すという仕組みなんですよ。で、かつ、地下水の水位が一定以上にならないようにするために、ものすごい、予算をかけてですね、作り上げられてるシステムで、で、これが動いてるので、地下水の流れがこう変わっているので、これまでとの、数値との違いが出てるんじゃないかとこう言われている、ということもこれしっかり、皆さん理解してもらえたんですね。でだから、そこで、基本的に汚染水が出てきても、いいように作られているんですよね。で、そこをちゃんとみんな理解してるのかどうかっていうことで、それ以前にやっぱり今申し上げたように飲まないし、だから今ここでなんか、揉めててもしょうがないっていうのがあるというのもありますし、ね、かつ築地がですね、もう築地もだからそういう汚染水が、存在しているということがもう調査で分かってるんだけど、小池さん自身は、コンクリートで覆われてるから安全だって言ってあるんですよ。どうしたら豊洲はコンクリートで覆った上で地下水管理システムあって、もっと安全やないかっていう話が、分かってるので、これはね、もうなんかもう何の議論するのか僕もちょっとよく分からないですね。で、ましてや築地にはですね、老朽化という問題も抱えてるし、ネズミさん、ヤンさん、というね、問題もあるということもありますからね。まあ、このような結果で、都民のその理解を得られるかというのがポイントなんですけれども、今言った通り、その築地もですね、問題抱えてる。で、先日行われた百条委員会、土壌汚染に対する東京都の認識が甘かった点、石原慎太郎元知事が、この問題に関して人任せにしていた様子、こういったものが明らかにはなったんですが、百条委員会ご覧になっていかがですか。これはですね、もう
いや、どうせ何もやったところで、何か本質的に問題が変わることは、なんかあるのかなと思って、はい、今のところ、本質的に何かがこう大きく、今までの論理の構造が変わったということは、まあ、ないですよね。築地はやっぱ問題がある。はい、だってもう何十年も前から問題があるって分かってて。で、だから、豊洲に変えましょう。で、豊洲もまあ、その、100点満点じゃないかもしれないけど、築地でよりもいいかどうかがポイントであって、で、築地よりも決定的に何か悪いということが発覚してるわけでもないですし、だからまあ、マスメディアが、なんかこう、報道の、というか、番組を作るネタを提供してるというのは、視聴率に貢献してるのはあると思うんですけど、それ以外なんかあんのかなっていうのは、僕ちょっとよく、わからないですね。まあ、だけれども、一番困ってるのが、その、映る業者の皆さんでしてね。いや、本当そうですよ。この前も憤ってたけども、結局はだから、築地もダメ。だけれども、じゃあ、豊洲も、よく藤井さんがおっしゃってる、その、安心と安全は違うんだというところ、でも風評被害で、もうなんか、今、都民の人たち、もしくはその全国の人たちがですね、豊洲もなんか、良くないんじゃないのみたいに思われてんじゃないかって、憤ってた。僕はもうね、もうニュースを見て、本当に昨日ってフェイスブックでも書きましたけど、はい、小池知事がですね、安全と安心は違うと、うん、法的には、まあ、とにかく安全かもしれないけど、うん、都民は安心してないんだから、うん、だからこれがゆっくり考えるんだって、うん、そらお前安全やったら安心っていうことを説明する義務を持つ責任者だろうと。おお、恐怖心怒りますね。怒りますよ、技術者としてね。はい、あ、そうだ、技術者ですからね。安全でないものを安心やと思っとったら、あかんやろというのを、これ行政の、だから、知事の義務かどうかを言って、行政の義務ですよ。まず、安全なんだったら、だって、都民の安全を守るための責任を負うのが行政ですよ。それでね、だから安全であるってことが科学的に分かってるんだったら、それを保障するのが、知事の責任だろうと僕は思いますよ。これをね、都民が怒らないことに僕は怒ります。はい。また後ほどお話をお伺いします。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきております、はい、まず韓国はパク氏がですね、はい、パク前大統領が全面否認をしたというニュースですね、はい、パク氏の容疑は合わせると13、うん、に上って聴取がですね、はい、事情聴取が深夜に14時間に及んだということですね、はい、パク氏容疑を全面否認した。検察側はサムスングループなど財閥による贈収賄疑惑の、捜査に全力を挙げているという、まあ、どうも起訴は免れないというふうに見られてますけどもね、はい、こういうニュースが入ってきておりますし、あとは国内に目を向けると森友学園ですね、総理から聞く焦点と読売新聞に出てます、衆参両院の予算委員会、明日学校法人森友学園の理事長退任を表明した籠池氏の承認喚問を行います、学園が取得した国有地で開校予定だった小学校をめぐり、安倍総理から昭恵夫人を通じて100万円寄付されたとする籠池氏の発言の真偽が最大の焦点となるということなんですね。まあ、総理の主張とは完全に食い違っております、衆議院と参議院それぞれおよそ2時間の質疑で一連の疑惑が解明されるかどうかが注目されているということなんですけども、藤井さんはですね、内閣官房参与という肩書きもお持ち、まあ、内閣に対してのアドバイザーという、そういう役割を担ってらっしゃいますけども、これ内閣の中でこの森友学園の話題というのはどういう感じになってるんですか。内閣っていうのは行政府ですから、はい、やっぱり国会と、まあ、独立な存在でありますから、司法と、行政というものは。ですから、まあ、これはもう本当大変な問題になってるなということを理解しながら、やっぱりきちんと国土強靭化なり、デフレ脱却のアベノミクスなりっていう議論をちゃんと進めないといけないっていうので、まあ、それは、粛々と、進めるというのが、やっぱり、多くの、まあ、官僚の方々のスタイルじゃないかなと思いますね。で、これはもう国会の議論にしっかりと従うしかもないというふうに思ってるところですね。はい。さあ、それではここからはですね、藤井さんにお話ししていただくテーマ、こちらです。日本経済を壊し続けるプライマリーバランス黒字化。政府が掲げるプライマリーバランス基礎的財政収支2020年度に黒字化するという公約を掲げています。この時間藤井さんにですねプライマリーバランスについて伺います。まず基本的なところからなんですけれども、プライマリーバランス、これ分かりやすく言うとどういうことを取り返すか。いろんな僕今プライマリーバランスの、
黒字化目標というのが政府にあってですね、2020年黒字化すると目標があって、はい、でこの目標があることが日本の国家の僕はあの国益を大きく毀損している可能性を危惧、はい、学者としてしているんですね、はい、で今の行政の形をこのプライマリーバランスに関する制約がですね大きく制約をしてて、うん、日本の政治の活動というもの、政府の活動というもの、はい、で今の政治の政府の行政の形あるいは日本経済の動向というものむちゃくちゃ大きな影響を与えているということを私は感じているんですが、はい、にもかかわらず例えば講演会でプライマリーバランスのことを知ってる人って挙手を求めるとですね、だいたいまあ、5% ぐらいしか知らないですね。5%、はいはい、1割も知らないですよね、はい、でものすごい巨大な影響を持ってるにもかかわらず、うん、国民に全く知られていない、そしてもうこの4年間ずっと、まあ、安倍内閣のお仕事とかさせていただいて、はい、常にこのプライマリーバランスというものが巨大な影響を及ぼしているにもかかわらず、それがほとんど国民に知られていないという非常に恐ろしいものだと僕は思っているんですね。じゃあ、このプライマリーバランスは何かというと、これはもう簡単に言うと政府の収入と支出の差のことで、基礎的なというのがつくので、まあ、要するに政府の通常の行政活動と政府の通常の収入、はい、税収との差なんですね、はい。これはまあ赤字なんですよ。はい、で一般的にですね、これ収支というものが赤字だったら、普通の人は、あ、はい、それも黒字化せなあかん、赤字だったらあかんやんかと。家計にね、置き換えちゃう。あかんに決まったらやんかと、こう思うんですね。ところがですね、はい、政府という活動主体というものは家計と違ってですね、どちらかというと企業に似てて、企業っていうのは通常これプライマリーバランスというかこう収支バランスでも赤字でも全然普通なんですよね、投資をして、はい、で工場を作って収入があってで赤字をこう赤字がありながらどんどん活動をでかくしていってで、ね、いろんなあの人を雇ったり、でいろんな製品を作ったりするのが黒字化することが目的じゃなくて企業っていうのはいろんなものをプロデュース作り上げるものが重要ですから、はい、だから家計と同じように考えるということ自体が本質的に間違って、はい、まあ、いるんですよね、っていうのがあるんですけど我々日本人は赤字あ本当黒字化せなあかんやんけとこうなるんですよね、そういう意味で僕今まで政府の中で国土強靭化とやらないといけませんとか、はい、復興もちゃんとしないといけませんとかデフレ脱却もしないといけませんとか成長戦略もやらないといけませんといろんな行政の活動をやってるんですけど、このプライマリーバランスの赤字を推測しないといけないとなった途端にですね政府の活動というのが全部抑制、制限されてしまうんですよね、で本当にプライマリーバランスが当然財政規律というのは絶対僕は必要だと思うんですけど、財政規律というものは何もプライマリーバランス要するに収支をの差を黒字化するということだけが財政規律でなくていろんな形の財政規律があって、僕はG7 の中で全部比較しても僕は日本の財政規律が一番厳しいんですね。他の国は、例えばイギリスは財政規律を考えるときに、インフラ以外の、投資以外のものの、で、バランスを考えましょうとして、はい、で、投資はもっと自由にできるようにしたりとか、はい、あるいは構造的財政収支といってですね、不景気の時に税収が減るっていう分を加味して、はい、収支を考えましょうとかって、いろんなものがあるんですけど、日本は純粋にプライマリーバランスを黒字化しましょうと。インフラは除外するとか、はい、不景気の分はちょっと考慮するとか、いうことなしに、もうガチのプライマリーバランスだけで、収支だけでやるなんていうのは、まあ、日本だけなんですよね、で、これがあることで日本の国の状況っていうのが、国民が知らず知らずになってものすごい影響を受けてると僕は感じています。だから、プライマリーバランスのこと、ぜひこのラジオを聞いていらっしゃる方、はい、まずプライマリーバランスっていうのを知ってください。はい、これが第一。で、これは政府の収支だと、はい。で、このプライマリーバランスを黒字化するという目標を立ててるんだということをぜひ理解してください。これが二つ目、はい。で、三つは、プライマリーバランスを黒字化するという目標を立ててるから、消費税の増税がされなんです。消費税の増税っていうのはプライマリーバランス目標がなかったらなかったと言っていい。でかつ、プライマリーバランスの目標がなかったら、大型景気対策がもっと柔軟にできてデフレ脱却が終わってると言ってもいい、だからデフレ脱却を阻害しているのは僕の学者としての、はい、分析結果によりますけれども、プライマリーバランスの目標があったから政府が自由な活動を制限されてデフレを脱却するための十分な財政支出ができていない、はい、だからデフレ脱却を止めている最大の元凶がプライマリーバランス目標であると僕は一人の学者として確信しています、はい、にもかかわらずプライマリーバランス知ってる人って
手を挙げてくださいって言うと 5% ぐらいしか知らない。だからね、本当にこの日本の国をものすごく悪くしてる、めっちゃ悪いやつやのに、全然知られてないっていうね。これね、もうぜひ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 、プライマリーバランスっていうのはめっちゃ悪いやつかもしれないと、いうことを視聴者の方は知っていただいて、プライマリーバランスのことをもっと悪者かもしれないという可能性を考えていただきたいと思ってます。となると、今のお話聞いてると、はい、やっぱりじゃあもう、プライマリーバランスの黒字化なんていうのはやめた方がいいんだ、はい、やめた方がいいと僕は思います。ですね。そうじゃなくて、財政規律というのは、GDP に対する借金総額の割合というのが、これ 200% ぐらいって言われますけど、これを徐々に下げていくっていうのは、これサンクトペテルブルグ、共同首脳宣言の中で歌われてる国際常識なんですよ。国際的な、常識の中では、財政規律で一番重要なのは、借金総額の GDP に対する割引率なんですよ、はい。これを下げるという目標に僕は変えるべきだと思います。で、なぜこれが大事かというと、借金を減らさなくても、成長していったらその比率って減るんですよ。はい、だから、成長していくということが財政規律にとってすごくいいという方向に変えるんです。ところが、プライマリーバランス、すなわち収支だけを改善するって言ったら、とにかくもう支出削ったらやないかと、はい。成長しようがしながらは関係ないやないかということになってしまうので、これはもう非常に、きつすぎる、厳しすぎる財政規律だと僕は思います。で、したがって僕は財政規律そのものというものは僕は存在は必要だと思います。けれども、内容がどういう内容すべきかというものは、是々非々で考えるべきであって、今この状況においては、借金総額の GDP に対する比率、すなわち債務対 GDP 比、すなわちデッド GDP レイティオって言うんですけど、デッド GDP レイティオというものを引き下げるという目標に変えるべきだと、僕は思います。はい、そうすることが、そういうふうに見方を変える。はい、で成長するとともに財政をきちんと守っていくと、規律を守っていくという非常にラショナルな、すなわち理性的な財政運営が可能になると。国民の幸福を毀損しない、国民を不幸にしない規律だと思います。はい、規律というものは国民を幸せにするために存在するわけですから、国民を不幸にする規律があったんだったら、立法府を持っている日本国家なわけですから、規律というものを変えていくべきだと僕は思います。まあ、現時点見たときに日本はデフレから脱却できていない、はい、そのためにはどこかがお金をこう使って投資して、はい、そしてうまくお金を回していくしかない。で今それはどこの役割か、政府だと。そうです。だけれどもその政府がプライマリーバランスって言って収支を気にするばっかりにお金が使えない。そうです。だからそのデフレが停滞し続けてるという。そうなんです。まさにもう今おっしゃる通り で、で、プライマリーバランスの赤字って言ったら、はい、あ、これは悪いもので減らさなあかんと思うかもしれませんけど、プライマリーバランスっていうのは政府がどれだけお金を使ったかということですから、はい、これが黒字になるっていうことは国民からお金を吸収するってことなんですよ。はい、で、プライマリーバランスが改善するっていうことはお金をむしり取る。吸い上げるってことで、プライマリーバランスの赤字が拡大するっていうことは、政府が頑張って国民にの経済を、マネーを供給するっていうことなんですよ。だから、そのお客さんとね、店の店主で考えたら、お客さんだ、そのお客さんとしてですね、ケチな客っていうのは困るわけですよ。お店側としては。だからしっかりとたくさんお金を使ってくれたらお店って豊かになるっていうことになりますから、プライマリーバランスを改善するってことは政府がケチになるってことですから、はい、政府がケチになったら国民は、これは貧乏になるってことなんですよね。はい、だからプライマリーバランス赤字っていうのは、国民側からしたら黒字なんですよ。で、プライマリーバランスが黒字になるって国民側からしたら赤字になるんですよ。だから、プライマリーバランスを赤字改善するのはやった方がええって言ってたお前の所得が減ってんねんっていう。はいはい、ね、もっとね、ちゃんと頭を使って、プライマリーバランスというものの概略を理解いただきたいと思いますね。あとは藤井さんの最も得意とする分野、はい、国土強靭化だって、はい、今やらないでどうするんだっていうね。ことがありますよね。ですから、ここで政府の活動を規制したことで、はい、国民、その、プライマリーバランスを黒字にすることのメリットがあるんだとしても、はい、デメリットがどれだけあるかということをしっかりと理解して、どっちが上なのかということを考えていただきたいと思います。もっと日本国民は理性的になるべきだと思います。冷静に、理性的に、はい、合理的に判断すべきだと思います。私たち知ってるようで知らないことが結構あるんですよね。はいはい、そうです。まあ、それは別に誰かの陰謀とは言いませんけれども、そこまで言わないとしても、少なくとも、プライマリーバランス、略称 PB、はい、日本語では基礎的財政収支と言います。はい、このプライマリーバランス、日本語、ぜひ今日は覚えて帰っていただきたいと、はい、帰るんじゃないか、覚えていただきたいと思います。はい、藤井聡さんでした。
今朝のコメンテーターは京都大学教授藤井聡さんです。こういうニュースがあります。朝日新聞ですね、はい、4人に1人自殺考えたというニュースです。成人の4人に1人が自殺したいと考えたことが あることが厚生労働省の調査で明らかになりました。昨日発表された意識調査で過去に実施した2008年と2012年の調査と比べて増加傾向にあるということなんですね。まあ、別の統計によると自殺者の数ってのは減ってるんですが、厚生労働省自殺に陥るリスクは根強いと見て対策検討しています。まあ、理由というかその自殺を考えたことがある人に理由はですね通ってないんですけれども、どう乗り越えたのか、これを聞いたところ自殺を考えたという人ですね、一時的に趣味や仕事で気を紛らわせるよう努めた、これが 36.7%、 身近な人に悩みを聞いてもらった 32.1%、 悩みやストレスを感じた時相談や助けを求めることにためらいを感じる人というのが 46.9% いたということなんですが、はい、この結果を聞いていかがでしょう。はい、これ僕大学の教員で学生さんといつも対面するわけですけど、当然ながら学生さんの中に4人1人考えた人がいるっていうことを意味してて、で特に若者並びに、まあ、京大生だったら特に多いのかもしれないということを考えると、この問題は我々にとってかなり痛切な問題なんですね。で僕は自殺の研究っていうのはこれも典型的古典的なエミール・ドゥルケームっていう人の自殺論っていう社会学の、まあ、社会学っていうものが始まった時からも自殺の問題っていうのが一番重要な問題として扱われて、僕はもうこの問題はもういろんな角度からずっと考えてきているんですけど、さっきの話として引っ掛けると結局これもなんか経済が悪くなったりあるいは社会が溶けてくると人は自殺していくんですよね。でドゥルケームが言ってるのはですね、これ結局個人主義が行き過ぎると、すなわち社会的なものがなくなっていくと人が死んでしまうんですよね。でだから結局これもプライマリーバランスによっていろんなものが経済が悪くなって社会がダメになってきたことで人が死んでいくっていう構造があるんじゃないかなとも思いますし、社会ってものをもっと考えないといけないと思いますね。はい、今朝のコメンテーターは京都大学教授藤井聡さんでした。藤井さんありがとうございました。